そうやって電話対応を押し付けるのってテルハラって言うんですって。気づいてるなら小杉先輩が取ったらいいんじゃないですか。ブラックワールド。俺は熊本。この春新社会人として大手の玲奈商事に入社した熊本です。一生懸命頑張ります。夢はこの会社のエースになることです。よろしくな。期待してるぞ。よし頑張るぞ。俺は先輩の高一さんから指導されることになった。しかし、うわ、取引先からまたお怒りメールだ。誤字が多すぎ、お取引する際に不安がございます。そんなこと言われたって。どうした熊本くん、大丈夫か。ああ、もしよかったらメールを送る前に見させてもらってもいいかな。大丈夫、俺も新人の頃はダブルチェックしてもらったからさ。本当ですか、高一さん、ありがとうございます。新人の俺は何をしてもダメ。電話対応やメール、コピーなんかの簡単な仕事を任せてもらうが。はい、鈴子様。あ、失礼しました、鈴鹿様ですね。大丈夫ですか。え、すいません、鈴子様。鈴鹿です。電話でお客の名前を間違えたり、メールは誤字脱字、日本語がおかしかったり、俺は注意されることばかりだ。熊本くん、大丈夫だ。得意先のお名前を間違えるんだったら、間違えないようにリスト化して、それから書けるようにしよう。はあ。どうもこの先輩、高一さんは頼りない。俺は高一、社会人10年目。今俺は新人指導に苦戦している。すいません。高一先輩、ワールド物産の方がなるはやで見積もりくださいだそうです。来た。あのさ、何度も伝えたと思うけど、ワールド物産は複数担当者がいるんだよ。誰に、いつまでに送ればいいのかな、教えてくれないかな。あ、やば、すいません、聞き忘れてました。はあ、この新人、熊本は研修で教えたこと、社会人として当たり前のことを何度も聞いてきたり、同じミスを連発したりしている。以前は…高一さん、大変です。どうした、何か問題が。パソコンがフリーズしました。どうしたらいいですか。前も話したと思うんだけど、検索したりマニュアルを見たりしたかな。え、近くの人に聞いた方が早いじゃないですか。今日も終電コースかな。こんな調子で10分おきくらいに俺の仕事を止める。だから俺の仕事が終わらず、終電を逃すことが増えてしまったのだ。おい、どうなっているんだ高一くん。新卒の熊本くんの仕事ぶり、クレームだらけだというじゃないか。え、それは僕もかなり苦戦していまして、今までにないタイプと言いますか。はん、それ高一くんが悪いんじゃないのか。え、熊本くんは新人、それに引き換え高一くんはもう10年目だろう。教え方が悪いんじゃないか。そんな、早く成長させて戦力として育てるんだぞ。じゃあな。あれ、この場合ってどうするんだっけ。入社して半年、今は発注とかそういう業務も任されるようになったが、正直細かい手順が多すぎて意味わからない。まあいいや、高一さんに聞こうっと。すみません、高一さん、発注書が届いたんですけど、この後どうするんでしたっけ。熊本くんが受発注に携わるようになって3ヶ月は経ってるよ。ずっと同じこと質問してるよね。はい、わからないんで。ミスするより良くないですか。そうなんだけど、マニュアルは読んだのかな。わからないことは聞くべきだけど、マニュアルもあるから、それを確認してからにしてもらえたらありがたいんだけど。はあ、なんだよこの人、その言い方じゃまるで俺が仕事できないみたいじゃん。なんかやる気なくなってきた。俺はこの日から徐々に頑張るのをやめた。熊本くん、電話が鳴ってるようですが。ああ、鳴ってますね。電話対応お願いできますか。え、
なんで俺が取らないといけないんすか？新人だから。そうですよ。そうやって電話対応を押し付けるのってテルハラって言うんですって。気づいてるなら小杉先輩が取ったらいいんじゃないですか？お待たせしました、レナ商事の小杉です。熊本くん、そっちの電話お願いします。はい。めんどくせえな。お待たせしました、レナ商事の熊本っす。熊本さん、静かですけど。全然聞こえないっす。電波悪いのかな。こっちはちゃんと聞こえてますけど。電波悪いな。すみません、一旦失礼します。あれわざとだろう。なんであんなことを堂々と。この書類を出したのは熊本くんだな。先方から修正するように依頼したのにちっとも返信がないとこちらに連絡があったぞ。なぜ報告しなかったんだ？やべえ、忘れてた。小一さんからマニュアルを見ろって言われてたんで、マニュアルを探してました。そうなのか。でもクレーム対応は多岐にわたる。今回はたまたまなんとかなったが、マニュアルを探すよりも先に報告しなさい。いいね。はい。ちょっと、俺が仕事ができないわけじゃない。教え方が悪いのを俺のせいにして、すぐマニュアルだとかググれとか言ってくる先輩が悪いんだ。俺の価値がわからない会社は俺のいるべきところじゃねえよ。もっとでかい仕事ができたらいいのに。熊本くんタイプの子は手取り足取り細やかなフォローが必要だろう。何でもマニュアルを見ろというのはいささか横暴な気がするよ。違うんです、俺の話を。夢か。毎日熊本くんの対応と上司との板挟み、自分の教育方法を押し付けるのは良くない。熊本ができないのは俺のせい。それを考えると毎日会社に行くのが憂鬱になっていた。おはよう。高一、どうしたの？すごく顔色が悪いわ。おはよう。大丈夫だよ、今日も会社に。最近夜もずっと遅いし眠れてないみたいだし、本当に心配してるのよ。ちょっと疲れてるだけだよ。大丈夫？この日から俺は会社に行けなくなってしまったのだ。医師からはしばらく休養が必要だと診断されたのだ。教え方悪い人がいなくなったのはいいけど、全然状況は良くなってないじゃんかよ。全然違う。熊本、目と脳みそどこかに忘れてきたのか？なんでこんなこともわかんないんだよ。先輩の光一さんが倒れて3日、やっと効率の悪い仕事方法から抜けられると思っていたのだが、この山口とかいう上司はやたら厳しい。1時間の間に何回も怒ってくる。発注書届いたんすけど。届いて何？どうすりゃいいの？まさか入社半年以上経ってるのに分かんないとか言わないよね。俺は知ってんだぞ、光一くんが熊本くんに何十回と教えてること。理不尽オブ理不尽な環境に俺のプライドと精神はことごとく削られていった。こんなんだったら頭悪い光一さんの方がマシだったよ。マジか。レーナコンサルティングからヘッドハンティング来た。これこんな会社に居続けたらおかしくなる。そう思った俺は、俺に見合う職場を見つけるべくハイクラスな転職サイトに登録していた。そしたらついに憧れだった外資系大手コンサル会社から直々のオファーが来たのだ。実力主義の外資なら俺の実力が発揮できるぜ。本当はこういうスケールのでかい仕事がしたかったんだ。俺はもちろん転職一択だ。あんなしょぼい会社じゃなくて、これからは俺の本気を見せてやるんだ。ハロー、マイネームイズ熊本。よろしくね。一緒に頑張りましょう。我々のミッションはお客様と社会への貢献、共に頑張ろう。はい。こうして俺のキラキラの外資系コンサルティングとしての一歩が始まったかに思えたのだが。熊本、
君の資料いつになったら完成するんだい。教えてもらってないし、そんな入社1日目でできるわけが。教えてもらってない？あなた何を言ってるの？会社は学校じゃないのよ。自ら学ぶ姿勢がなければここにはいられないわ。あなた今まで何をやってきたの？くそ。外資系なんて聞こえはいいが、こんなのただのやりがい搾取じゃないか。メンタルを削られるのだけは阻止しなくては。俺は前の会社で学んだ自己防衛を実行することにした。これは全て自分の体を守るため。社会は戦場なのだ。君は今日なぜこのミーティングが実施されたかわかるかい？あの俺は悪くないんです。みんなが、君のフォローを仲間たちがしてくれているのに彼らのせいにするというのか？てめんがいることでみんなの士気が下がっている。君に任せられる仕事は何もない。使用期間は中止で明日から来なくていいよ。そんなまだ3ヶ月しか経ってないじゃないですか。てめんは文句や自分を正当化することばかり言うけど、自分の力を伸ばす努力はしてきたのかな？それは会社の責任でしょ。時間外になるし、社員を育てるのも会社の責任で。会社は学校じゃないんだ。仕事でバリューを出さない君の自尊心を満たすために存在しているわけじゃない。できない自分を分かってほしい。そんな自分に合わせてほしい。それはプライベートでやってくれ。そんな今できなくとも成長を期待できれば労力の投資は惜しまないが、そんな甘ったれた考えを持つ人材に投資はできない。そんな君を分けてくれる会社で働いてくれ。少なくともうちの会社には君は必要ない。なんで俺は本当はちゃんとできる人間で。違う、俺は自分の実力のなさを本当は分かっていた。無力で無能で、それを認められない、それが俺だったんだ。俺ができないなんて分かってた。でもできるふりをしないと、他人のせいにしないと自分が保てなかったんだ。光一さん、あんたはこんな俺に付き合ってくれてたんだよな。努力しなきゃいけないのは分かってるけど、どうしてもできない。俺には才能なんてなかったんだ。おら、わけの、もっとテキパキと手と頭と体を動かせ。すいません。使用期間で契約を破棄された俺は、今は誰でもできそうな低賃金な軽作業の仕事をしている。あの時反省したはずなのだが、俺のせいじゃない。俺を受け入れてくれない社会がおかしいだろ。なんで俺がこんな目に。すまないな、イブ。俺が不甲斐ないばっかりに。何言ってるの？神様からの夏休みだと思って。貯金もあるんだし。そうだ、お父さんの会社が今とっても人手不足みたいなの。もしよかったら、あなた手伝ってくれない？お父さんは高一だったら大歓迎だって。そうだな。体調が良くなったらすぐにでも。でも、俺なんかが誰かの役に立つなんて。大丈夫、あなたの人生だもの。ゆっくりやっていきましょうね。ごめんな、イブ。俺、絶対に社会復帰してみせるから。気にしないで、私はあなたがいてくれたらそれでいいんだから。もしもし、パパ、あいつクビにできた？ああ、優秀な部下がコテンパンにしたよ。ちゃんと使用期間中に辞めさせたから法に触れることもない。自分の無能さに涙していたそうだよ。イブのお願い聞いてくれてありがとう、パパ。私はイブ、高一の妻。私のパパは外資系コンサルティング会社の社長をしている。パパもお仕事頑張ってね。ありがとう。高一くんがうちに来たいと言ったらいつでも連絡をくれよ。レーナコンサルティングは高一くんならいつでも大歓迎だ。はーい。これで私の高一を苦しめたクソガキを始末できたわ。私は愛する夫の苦しんでる原因が熊本とかいうクソガキの仕業だと知った。だからあいつの動向を探り、わざと外資に入社させたのだ。
あいつったら SNS に全部書いてるんだもの。どこのサイト使っているのかも全部丸分かりで助かっちゃったわ。せっかく身の丈に合わない夢を叶えてあげたっていうのに、ざまないわね。何もしないで理想の自分にでもなれると思っているなら頭の中はお花畑。存在するのはしょうがないけど、お願いだから前に向かっている人たちの足を引っ張らないでほしいわ。いつも一生懸命頑張ってる光一をくだらないことで苦しめた代償は大きいわよ。あの工場でも無事に過ごせるわけないんだから。一生許さないから人生単位で後悔しなさいね。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。